本日のセミファイナル GHC ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。 12.22 東京後楽園ホール、プロレスリングノアスペシャル生中継です。いざ GHC ジュニアヘビー級選手権試合、まずチャレンジャー、新日本全日本プロレスで01レッスル1でジュニアクルーザーのタイトルをことごとく手に入れてきた男、行くその先々でナンバーワンだから欲しくなる全てが田中実。あとはこのプロレスリングノアだけそう見つけたり、狙ったら外さない、いかなるポジションからも敵のカイナを絡め取る、その決め強さのごとく。今年10月久々の剣山から最短距離で そしてエナジー注入、おコーナー挑戦者ザ・スペシャルワン、やっぱり田中ミノル。最短距離で王座ゲットこそミノルスペシャル、田中ミノル。最強クラスのチャレンジャーリング上です。でもどこからどんな強者がやってこようとも引いてはならない、引く気はない。歴史というのなら36代目王者、そしてもちろん最新系チャンピオン原田大輔。さらなる成長はこの一挙手一投足に現れています。ジュニア実績随一のチャレンジャーにもノアを GHC をなめんなよとがっちり勝負宣言。赤コーナー第36代 GHC ジュニアヘビー級チャンピオン2度目の防衛戦、175パース原田大輔。未来へもうとっくに腹は決まっています。原田大輔、レフリー中山慎一。それでは試合に先立ちましてチャンピオンベルトの時間です。2度目の防衛戦に臨みます。60分一本勝負、一旦そのベルトが返還されました。これだよこれ、そんな声が聞こえてきそうです、チャレンジャーの口から。東京後楽園ホール、戦いの殿堂、ノアジュニアの一番新しい頂点争い、原田大輔が見せつけなければいけません。今ゴング微動だにしません。ゆっくりその目線を上げるように原田、原田コールに田中ミノルコールも巻き起こっているようです。セミファイナル60分一本勝負、まだ見合ったままです。佐久間さん、まず、この雰囲気はこれ自体はたまりませんね。そうですね、まあ、やっぱこうタイトルマッチの期待感というのを非常に感じられるというのが一つありまして、今回のやっぱこう試合順というのもこの2人のタイトルマッチの期待を表しているというのがあるんですよね。これまでですとやっぱヘビーのシングルのタイトルマッチがあり、タッグのヘビーのタイトルマッチがあったら、まあ、メインセミに並ぶのはヘビー級の戦いだったんですよね。
ですが今日今回の試合に関しては4大タイトルマッチが並ぶ中でセミファイナルにラインナップされたのはこの原田と田中稔の戦いということで、やっぱりこう相当の、ね、期待感というのは伝わってきます。こう会社側の団体側の期待もそうですし、ファンの期待というのも、ね、やっぱり大きいですよね。そうですね。10月1日石森大輝に勝ってこの王座2度目の対冠は原田、松防衛は同門忠助相手に行ってきました。足の裏パーンと叩いて、佐久間さん、田中がこうしてペースを作り上げていきますよね。そうですね、まあ、田中の裏も本当に百戦錬磨ですからね、もう自分のペースでいつでも戦えますよね。原田がちょっとね、こう気負いすぎなければいいなというところはやっぱりありますよね。必要以上にね、チャレンジャーを意識しすぎないという方が戦いやすくなるでしょうね。ここはバネを生かしての原田、腕を取り返しての田中。大ベテランは1994年1月24日藤原組でのデビューがありました。田中稔ボーアンドアローで原田大輔スーッと外してカバーの体勢。佐久間さん、やはりその腕殺し、田中最大の武器ですよね。そうですね、まだね、原田切り返して何度か腕攻めに入らせていないですよね。レッドスプリング、いや、お互い睨み合う、その目は笑っていません。原田、川田さん、序盤に印象ってどうですか？ジュニアらしい動きをしてますよね。でお互いなんか俳優さんのようなイケメンですよね。確かに、はい、ちょっと渋みすら増してきた45歳田中。そうですね。対してここからさらに脂が乗ってくるでしょう、31歳原田。ショルダータックルはこれは力強いですね。エルボーでチャンピオンが3連発、相手にしてキック、カウンターでのエルボー、肘、肩、ショルダータックルです。重たい声が聞こえてくる。原田大輔、でも本当に川田さん、その田中の試合ぶりなんですけれども、ね、はい、すぐにこう返すわけでもなく、はい、ちょっとこういい意味での間を作るようなところもありますよね。まずそれは年齢的にもそれも必要なんですよね。そして回復しながらワンポイントチャンスを狙います。ジュニア界の伝説的存在、飛びついた、あー早くも嬉しすぎ、逆十字固め、ロープ使えない、今ロープが、あー、なんとかそれを挟み込むように、命綱にも見えてまいりました。佐久間さん、早い段階で来ましたね。そうですね、まあ、やっぱり腕十字ミノルスペシャルっていうのは相当ね、原田も警戒してると思うんですけど、どこからでも行けるぞっていうのをね、こう挨拶代わりに田中が見せたようなところはありますよね。確かに体の軸がどれだけブレても決め切ることができますよね。そうですね、ただね、田中の場合には他にもこう空中殺法ですね、ファイアボールスプラッシュありますし、こうヒートクラッチの多彩な、ね、丸め込みもありますから、腕十字を最初に使ったってことはそこをフィニッシュにするためなのか、それともそれを警戒させて違うもので仕留めるためなのか、これはもう百戦錬磨ですから、この組み立ては、まあ、こう田中がこの先何を最後に持ってくるかというのがね、逆に興味深くなってきますよね。川田さんはそのあたりってどう睨んでらっしゃいますか？どうでしょうね、全く今のところ読めないですね。でやっぱ攻めには行きますね。鉄柱ですね、あ、これも肩のあたり、腕を絞り上げてハンマーロックから、ワン、ツー、これは原田たまりません。フォー、この10月チャレンジャー田中稔はおよそ15年ぶりのノアマット進出。5分経過、そしてもうそこに、そのリングに上がるからにはてっぺんしかないというのが田中です。新日本プロレス IWGP ジュニアは4回膝を落としていく。全日本プロレスでは世界ジュニア、ゼロワンインターナショナルジュニア、レッスルワンはクルーザー級でことごとくそのベルトを腰に巻いてまいりました。
大輔頑張れという声が客席から聞こえてきます。川田さん、でも徐々にまたこれ腕へ腕へということなんでしょうかね。そうですね、プロレスらしい展開ですよね。お、これも腕を伸ばしてアームロックへ角度をつけていきます。そして腕ひしぎ逆十字固め。まだミノルスペシャルでこそありませんが、佐久間さん、もうこれトップギア入ってますね。上に行きましたよね。やっぱりどんな形からでも得意の腕十字に入れるというね、来ましたね。原田としてはちょっとこれかなり早くからね、腕のダメージを負ってしまうと次の戦いが苦しくなってきますよね。反撃に転じなければいけませんからね。そうですね、防御だけでは王座を守ることはできません。そして当然それをよく知る原田、あ、このキックには走るスライダーを見舞っていく。あ、でもまだ左腕痛むんですね。そうですね、まあ、関節で痛めつけるというのもありますけど、やっぱミドルキックでね、こう腕を破壊していくということもできますから。確かに、まあ、そういう意味でもね、ちょっと今のダメージでもうこれ以上食らいたくないですよね。今もほとんど腕を抱えるようにして走ります。そうですね、エルボーも右正面からのキックいなす、ぶちかましていく原田です。全身を使って、いや、今は左腕が厳しい状態。こっから後方へノーザンライト、リングの中央一発がありました。原田の投げ、スープレックスを見せます。ビハインドの状態から抱え上げます。ああ、やはり腕、これも左腕徹底して一点集中。ヘッドスプリングからドロップキックへ、もう一度、なかなかあのリズムになってきましたね。そうですね、川田さん、ちょっとこうダメージもエネルギーのゲージも両者変わってきたようですね。でもここの段階に来てあれだけの余裕があるっていうのはすごいですね。そうですね、一つ一つの動き、行くぜ後楽園、行くぜ後楽園。そしてノア GHC ジュニアヘビーのベルトと裸抜けに、あ、佐久間さんですね、これですね、ミサイルキックもそうです。これも腕ですね。鍛え見え、いや、それ以上攻撃の層を訂正していきます。田中実の攻撃、はい、嬉しいですよね。これちょっと原田、やっぱり片山ジャーマンありますけど、やっぱ腕のロックっていうのもね、当然大事になってきますから、あんまりこう破壊されるようだとね、攻撃にも影響してきますよね。今はちょっとこのエルボーしか攻撃は見られませんが、フットスタンプ、これがあります。あー、でも代償も大きいか、原田だいぶその息も荒い。左腕は、あ、今もちょっと折りたたまれたままでしたね。そうですね、それでも覚悟が違うと、原田叩きつけてそのまま、今ターンオーバーのようにも佐久間さん近くなりましたかね。そうですね、形としては、まあ、そうですね、なかなか上がりきらなかったのか、デスバレーを狙ったのか、ちょっとなかなか見えない部分もありましたけどね。トップロープを伺うと、すぐに立ち上がって正面からの蹴り、そしてやっぱりこの高さを使ってまいります。田中実がそのベルトコレクション、また一つ増やすか、大手をかけるか、させない。ノアジュニアの歴史、耐えましたね。カカさん、だいぶこれ危険な位置ですね。そうですね、今
焦点になってくる可能性も高い展開。右ハイキック、ヘッドバットに返すのは田中です。やっぱ田中選手の方がテクニック上ですね。何か常に一つずつ先を行きます。先を行きますね。10分経過、雪崩式の攻撃は片足ロックした。ロックしてそのままフィッシャーマンの体勢で投げていった。虫の息か、いや返した原田。川田さん、あの腕が殺されている状態であの投げ、これ厳しいですね。厳しいしね、あと技の流れがうまいですよね。原田選手の場合全部単発で終わってるんで技が、はい、数珠つなぎ、つながるのが田中の攻撃。そしてさらにバックを取ると、ここはジャンプ力を生かしてなんとか回避しました。あー、それでも腕のミラルスペシャルの体勢捉えた。それでも裏の組み合い、片山ジャーマンスープレックスウルド、まだ早かったか、腕が出た。ちょっと仕掛けが早すぎますよね。ダメージがないんですよね。そうなんですよ、単発なんですよ技は。この前にだここからどん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 繋いでいけばもう最後いけると思うんですけど、やっぱりあの田中選手の方が流れがこうまいんで、栄冠そのもの、シルバーとブルーの輝き、 GHE ジュニアヘビー級のタイトル。原田は、はい、この後ですよね。原田やっぱ片山ジャーマンを結構早い段階でね切ってしまったので、もう一度それを重ねるのか、それに違う武器を何か用意しているのかというところですね。相手が田中実ということで、さらなるその上の段階ですね。そうですね、なんかまあ流れを切るために自分の切り札を使ってしまったというような感じの今のジャーマンだったのでね、この後の展開がちょっと苦しく、まあ、今優勢になりましたけどちょっと苦しくなった部分もあると思うんですよね。そして川田さん、あれだけ痛めつけられた左腕ですぐに回復するものではないと見えます。痛がってますよね。右腕でのエルボー、おー、連打連打で伝説的な男を、その根元から首元から切り崩していかんと原田。ああ、左も出しますね。右左、それでも右、はい、さらに低空飛行のドロップキック、そしてブレーンバスター、立った原田、ダメン、決めてしまうのか。田中実の大したチャンピオン、技に流れがあるんですよね、田中選手の場合。これは美しさすら感じさせるほど、あの美しさとはまた違うんですけど、やっぱこうその自分の技に持っていくまでの、ちゃんとこうプロセスができてるっていうか、ですからなかなか田中が、原田選手がだから単発で、あの仕掛けてもちょっと難しいですね。ちょっとなかなかこれ抵抗できませんね。さらにトップロープを使ってまいります。 12.22 プロレスリングノア2017年の戦いを収めは、さあこの高さを使って新チャンピオンが誕生となってしまうのか。田中実15分経過、なんとか返しました。15分経過、佐久間さん、ハーフハッチの形から、はい、そうですね、長い式ハーフハッチ得意技の一つですよね。これはもう田中フィニッシュ狙ってきますね。一気に駆け抜ける、もうあとはノアのベルトしかないと。田中もキャリアの集大成、タイガースープレックスは投げっぱなし、さらに顔面頭部に攻撃を、集中して固めるようにしてホールド体勢、逆十二、腕ひしぎ逆十二だ。止まってると苦しいですね、これ。ロープも反対側、止まっ
たくないですね、原田は。原田最大のピンチ、足をまたつかせて、なんとか原田ロープが少し手が近い、今ロープエスケープなんとか届きました、その右足です。いや、川田さん、もうこれ首の皮一枚のようなチャンピオンですね。そうですね、今最初腕でロープを掴むに逃げようとしましたけど、やっぱり足で逃げないと逃げれないですよ、ロープ、2人へのコールが巻き起こる。より力に変えるのはチャレンジャー田中実なのか。さらに、ああここ腕への攻撃も忘れない、捉えて、それでももう一発、容赦などあるわけがない。それでも片山ジャーマンスプレックス着地、右ハイミドルスペシャルには大したブレーンマスター、これもキャッチして前方になりきった、さらにニーアッパー、そして右の一撃、決まりましたよね、チャンスが来ましたね。この試合で初めて原田選手が流れの中から技を出しましたよ、これが最初、はい、そしていや渾身の力を込めますが、いやまだ一回転ブブエ、土手払いの一発かな、いや、それどころではない、チャレンジャーもその戦いの集大成、片山ジャーマンスープレックスホールドで切って落とした、原田大輔2度目の防衛戦、18分0秒、勝者原田大輔、最強のチャレンジャーを退けました。いや、佐久間さん、苦しい戦いでした。よく勝ちましたね。もうこれね、途中まで圧倒的な田中のペースでしたからね。まあ本当にね、川田さんがおっしゃったように流れがつながったっていうのが最後に来ましたよね。見事防衛いたしました。原田大輔選手がチャンピオンベルトが贈呈されます。そうですね。本当に最後決まるまでは本当。彼の流れがありましたけど、それまではずっと田中選手のペースでしたからね、今また退治します、あ右手を差し出した、ええリングサイドにラテルズが、あ来ていますね、あラテルズです。いや原田は一瞬それを見合って安堵の表情を覗かせたようです。18分ちょうど、片山ジャーマンスープレックスホールド。あしかし川田さん、はい、チャレンジャーもこれ相当痛みあったんですね。そうですね、流れの中でそういうところ見せてませんでしたけどね、全く。あ今拍手をチャレンジャー自ら送りました。これで佐久間さん、はい、ラーテルズは3本のベルトを守りましたね、まあ、今年のノアジュニアを守ってきたというのを象徴しますよね。2018年さらなるジュニアの歴史に期待しましょう。原田大輔2度目の防衛成功。